意外にあんまり気にしない派だったから、あ、でもマリがやるよって言ってた。あ、やっぱ嫌なお客さんっているの？いる、怖い人とかいるわけ。怖い人？怖い人、本当に怖い。どういう意味？金出せとかいう怖さ、うん、じゃないよ、それ強盗だよね。電話でこの対応してて、うんうん、あ、コンビニじゃなくて、コンビニ、そうそうそう、今からあなたを殺しに行きますって。あ、いや怖いじゃんそれ。女性の方なんだけど、いや、うん、本当に来てマリが対応したの、うん、警戒ショップにいたんだけど、マリ、あなたを殺しに行くってマリって分かってない。マリじゃない、マリじゃない子が対応してて、もうこの子超怯えてて、ああ、後ろに隠れてて、あ、いいよ、じゃあマリ行くよって言って。分かんないの？分からないわけ、声だけだし。無差別なんだ。そうそうそう、今からあなたを殺しに行く。うわぁ。でも別に普通に携帯ショップで働いてたんだけど、あ、いらっしゃいませって言って私はね、あなたを殺せるって言ってるのよって言って、あ、新規なんですけど今この機種とこの機種がお得でって。でもあんま高いのだったら後々なんかこうクレームとかなっても問題になっても嫌だなと思って、その時0円の機種っていうのだったから、で、物もいいの、これがピンクがいいじゃないですか。そこで後でクレームなっても嫌だなと思った。変なとこ気にしてるね。そうそう。でもなんかこのやりながらも急に殺せるって言ってるだろうみたいになるわけ。あ、最初のオプションなんですけど5つとりあえず一応つけないといけない。全部無視無視無視で新規契約1件取ったよね。あ、この契約して帰ったの？契約して帰ったの。これがマリの押し付け。もう全然気にしなかった。そうなんだ、うん、一応怖いよね。でも気をつけてはいたよ。何か、うん、何かもし刃物とか持ってたら、男性だとしても女性、相手が女性だとしても男の僕でも怖いもん。やっぱ殺すとかさ、刃物持ってんじゃないかなとか、うん、そうそう、だから常にちょっと見ててよ、手は上にあるように、相手の手は。ああ、そうそうそう。でも契約取れた。で、クレームにもなってない。でも住所とか全部全部ちゃんと言って、こっちお名前書いてもらっていいですかって言ってから、あれじゃない、でも寂しくって構ってほしかっただけじゃない。そうだと思う。まあ、だってなんかちゃんと身分証明書も持ってたんだ、くださいって言ってから、だから私もねって言いながら出すわけちゃんと。じゃあちょっとコピーしてくるんで待っててもらってもいいですか。あ、じゃあこれその後書いててくださいねって。うん、そうそうそう。でも根は悪い人じゃなかったのね。そうそう、ちょっと構ってほしくて、そうなんだと思う、だだこねちゃったんだね、うんうん、殺さないよね。殺さないかったよ、うん、ほら見て、こんなに元気。でもこんな人は本当は警察に行った方がいいよ。本当はね。あ、そっか。そうそう、あの、まあ懲らしめっていう意味でもね、うんうん、二度とこんなことをしないように、まあね、あ、まあそうだね、脅しだよね。そうそう、よそでこんなことまたやってるかもしれないから、あ、これだったら構ってもらえるんだって、契約ぐらいはやりますよみたいな。普通に構ってもらってください。